お夏聖十郎は、漢文2年に、晩秋姫路で実際に起きた駆け落ち事件を題材に、下一連の文芸作品の通称、総称、お夏狂乱とも言う。姫路市のお夏、聖十郎祭り伝承による事件のあらましは次の通り。姫路城下の旗子の大棚、田島屋の娘、お夏は、恋仲になった、手代、聖十郎と駆け落ちするが、すぐに捕らえられてしまう。 生獣郎は角赤子に加え転勤持ち逃げの濡れ衣のまで着せられ打ち首となる。お夏は狂乱して、行方をくらませ、誰も二度とその姿を見ることはなかったという。姫路市内の慶雲寺には二人の墓があり、毎年8月9日に、お夏、生獣郎慰霊祭が取り行われている。お夏と生獣郎の悲劇は、事件後各地で様々な小唄や、歌材門に歌われて民間に浸透していった。 そして早くも、漢文年間には、江戸中村座で、歌舞伎舞踊、聖十郎節が上演され、以後この事件を題材に撮った作品が、次々と書かれていった。その中でも、上京3年に、伊原西閣が表した浮世像し、公職五人女の第一章、姿、姫路聖十郎物語と、それを放映4年に、近松門左衛門が脚色して、 世話者の人形浄瑠璃に仕立て上げた50年期可念仏は登場人物の繊細な心情にまで迫った物語性の高い修作でこれ以降に書かれたものはむねこの2作を下敷きにしていると言って差し支えないお夏の羊を姫路の旗子の大棚の娘から米問屋の主人の妹という設定に変えたのもこの才覚であるありがとうございます